界選手権でも優勝しています。曲はマラゲーニア。満足そうな表情ですね。いやもう自分でも信じられないんじゃないですか。トリプルアクセルですけどね、これどっちかな、1回目かな2回目かな。あーこれ1回目のですね、これコンビネーション1回目が3回半で、次は3回転ですから6回転半ですよ。これトリプルフリップですね、途中のやつですね。これもう何言ってるのか分からなくなりましたね。いやすごい。これはもう最後の最後のじゃない、そうですね、最後の最後のトリプルサルコですよ。はい、6種類目のトリプルです。ウクライナのビクトル・ペトレンコの演技でした。10点、得点が出ました。あらすごい、10点、素晴らしい、10点、
すごい満点ですよ。でもね、これは満点、絶対満点。これ満点つけなかったら僕は帰るもん。それほどすごいですよ。素晴らしい。いや、素晴らしい点です。そして、これはね、しょうがないですよ。まだ次の選手がいますから。すごい。芸術点も3人10点満点ですよね。49.7、 99.7 という素晴らしい得点が出ました。ビクトル・ペトレンコでした。というわけで、バイオル選手のコーチ も務めていまして、はあ、またあのバレーのような美しい表現力を持ってますよね、彼、はあ、それで氷上のバリシニコフと言われてるんです。氷上のバリシニコフ、まさにぴったりですよね。見事な演技でした ね、 完璧なこのね、スタイルの良さ、そして表現力、そして顔の表情なんかもね、素敵でしたし、ね、あれ、あの